今回は、モドの基本的なモデリング操作として、頂点やエッジ、ポリゴンといったエレメントを特定の位置へと合わせる、または整列させる方法についてご紹介していきます。モドには様々なモデリングツールが用意されていますので、特定の位置へと合わせる方法については一通りだけではありません。ここでは、その中のいくつかについて解説していきます。 ではまず、この円柱のてっぺんのこのポリゴン、このポリゴンを一点に収束させて、さらに他の頂点、例えば立方体のこちらの頂点へと位置を合わせてみましょう。ポリゴンを一点に収束させるには、スケールをかける方法、それと融合コマンドを使う方法とがあります。まず、スケールをかける方法についてですが、 ショートカットキーの R のキーを押して、スケールツールを起動させてみると、このポリゴンの中心に、スケールツールの中心というのが自動的に配置されるようになります。ですので、この状態で、XYZ すべてに対して0%を指定してあげると、こういったようにポリゴンを一点に収束させることができます。ただし、 この場合、スケールツールでただ単にギュッと一点に合わせただけですので、例えば頂点モードでこのてっぺんの頂点というのを選択してみると、24頂点がそのまま残っていることになります。また、同様にポリゴンモードでてっぺんを選択してみると、面積が0のポリゴンが1つ残ったままの状態になっています。融合コマンドを使う場合、 頂点タブにあるこの平均に融合、こちらのボタンをクリックします。これだけで先ほどと同じ効果を実現できるのですが、先ほどと違って、てっぺんの頂点を選択してみると、頂点は一つだけになっており、24個の頂点がそのちょうど中心で結合されるような形になっています。また、ポリゴンモードでてっぺん部分を選択してみても、 ポリゴンが選択されない、つまりポリゴンが消えてなくなっているのがわかります。このようにスケールツールや融合のツールでポリゴンを一点へと収束させたら頂点モードへ切り替え、ショートカットキーの X のキーを押してスナッピングの機能をオンにし、ショートカットキーの W のキーで移動ツールを起動したら簡単に スナッピングを行うことができるようになります。今回はポリゴンを一点に収束させること、また収束したポイントを移動させることという2つの工程を踏みましたが、この2つの工程を1つの工程だけで行いたいという場合には、まずアクションセンターをエレメントへと設定し、スケールツールを起動します。 そうすると、どのエレメントをスケールツールの規定にするのかというのを最初に指定することができますので、こちらの、こちらのポイントを選択した状態で、スケールの xyz、こちらに0を入力します。そうすると、一気に選択しておいたポリゴンが、この1点へと収束することになります。 ただし、今回もスケールツールを最終的に使っていますので、このてっぺん部分の頂点というのは残ったままになっていますし、てっぺんには頂点0のポリゴンが1つ残ったままとなっていますので、後で結合するなり、またポリゴンを削除するなりといった処理が必要になります。えでは次に。 ポリゴンを特定の軸へとぴったりと合わせる方法について解説します。特定の軸へと合わせるといった場合、軸と座標位置がはっきりと決められているのであれば、例えばこちらのポリゴン、こちらのポリゴンを合わせたい場合には、頂点タブにある位置の設定、こちらから整列させたい軸とその場所、 というのを設定して、OK ボタンを押します。そうすると、ちょうど X が0のところ、ここに今選択しておいたポリゴンというのがぴったりと整列されるようになります。しかし、これだと軸に沿った値にしか合わせることができません。例えば、軸に沿わせるのではなく、この他のポリゴン、 例えば、この立方体のこのポリゴンに対して、こちらの円柱のポリゴンを合わせたいといった場合、まず、この整列させたいポリゴン、こちらを選択して、作業平面を選択に合わせます。これで白いグリッドで表される作業平面が、この選択した立方体の面にぴったりと合わさったのがわかるかと思います。 この状態で整列させたい円柱のポリゴンというのを選択し、スケールツールを起動し、アクションセンターを原点、こちらに移した上で、Y 軸に対するスケールというのをゼロに合わせます。そうすると、ぴったりと、この立方体の面と同じ平面に対して合わせることができました。あとは、 スナッピング。こちらで F11 のキーでオプションパネルを出して、ポリゴンの中心、このオプションをオンにした状態で移動ツールを起動し、移動させれば、整列させたいポリゴンへと合わせることができます。この作業というのも、タックツールを使うことで一発で合わせることも可能です。 タックツールはメッシュ編集のタブにありますのでメッシュ編集のタブのタックツールこちらを起動して合わせたいポリゴンこの場合にはこの立方体のこの面ですねこの面を選択するとぴったりと合うことになりますただしこの時には連結頂点を移動というオプションをオフにしておかないとメッシュ全体が くっついてくることになります。タックツールの詳細については、ビデオ、メッシュを他のメッシュにぴったりくっつけるには、をご覧ください。メッシュ同士を合わせたり、整列させる場合、融合のコマンドやタックツールのように、一発で実現できるツールというのもありますが、基本的には、アクションセンターや作業平面を狙い通りに設定した上で、スケールツールをかける、 という方法を覚えておくと、様々な場面で応用が効くようになります。ただし、スケールツールだけだと望み通りの結果にならない場合というのもあるでしょう。例えば、この円柱の場合、アクションセンターを原点にして、スケールツールで Y 軸に対してゼロにするとすると、 この円柱から作業平面に対して垂直にポリゴンを移動させることになります。ですが、え物によっては垂直に下ろすのではなくって、ポリゴンの方向に対して押し出して、なおかつこの作業平面にぴったりと合わせたいという場合も出てくるかと思います。そういった場合には背景のコンストレイント機能を利用します。 まずはメッシュを一つ作成し、ここに大きめの板ポリゴンを一つ作っておきます。これがダミーとなるモデルとなります。先ほどのメッシュへと戻り、整列させたいポリゴン、こちらを選択したら、まずアクションセンターをローカルへと 変更します。ローカルへと変更して、移動ツールで動かすと、必ずその方線の方向に従って動かすことができるようになります。このように押し出すことができましたので、今度はメッシュコンストレイント。こちらでコンストレイントモードを背景にし、形状コンストレイントをベクトル。これに指定した状態で、 押し出していくと、背景コンストレイントでぴったりと合うようになります。今回ちょっとダミーの背景が小さかったようですので、もう一度背景のメッシュへ戻り、スケールツールででっかくしておきましょう。この状態で、 このポリゴンですね。このポリゴンを移動させると、こういった形でぴったりと作業平面。つまり、この立方体のこの面、この面を含む平面に合わせることができるようになります。